開館、ロローは、1916年制作、公開、ユニバーサルフィルムマニファクチャリングカンパニー制作、配給による、アメリカ合衆国のサイレント映画、シリアルフィルムである。同国での別題は、英語、リバティ、エイドーターオブザ・ U.S.A.。日本では、本作に出演するエディ・ポーロが、マスター・キーに次いで、連続活劇。 第2弾として公開された同社のシリアル、メイキンで演じた役名、ロローから取ったタイトルで公開された。ユニバーサルフィルムマニュファクチャリングカンパニーが、フランシス・フォード及びジャック・ジャッカード共同監督によるシリアル、獣魂に続いて制作した、ジャック・ジャッカード、ヘンリー・マックレイ共同監督によるシリアルである。本作の第1話は、同年8月14日に、全米で封切られた。 日本では同年11月11日に浅草公園ロック帝国館において獣魂に引き続き毎週連続で公開された。配給は同年7月に東京市京橋区南天馬町3丁目14番地に設立されたハリマユニバーサル紹介が行った。現在、本作の原版、上映用プリント等は散逸し現存しないとみなされている。 ありがとうございます。